ダススタジオ、ダススタジオは、ダス 3D 社製の3次元コンピュータグラフィックスソフトウェア。正式価格は249ドルだが、2012年に期間限定で無料化されたが、その後は完全に無料となったようである。2015年現在、最上位のダススタジオプロが無料でダウンロード及び、利用が可能である。ただしユーザー登録が必要。 社製の 3DCG ソフトウェアポザー7用に作られたコンテンツとは互換性があり、そのまま利用することができるが、ポザー8以降の機能を使って作られたコンテンツは互換性がないためでイッチェ・トゥーディオでは利用できない。ビクトリア4、マイケル4等、ダス 3D 社が販売するポザー用コンテンツはすべてダススタジオで利用可能である。規制の人体モデルを 毛布でキャラクターを作りレンダリングし、画像や動画を作成する。フィギュアの毛布、顔立ち、体型、表情やポーズ、テクスチャ、服などのデータは購入するか別のソフトウェアで作成するのが一般的であり。a s 3D 社の公式ショップでは多数のアイテムが購入できるほか、モデラーのヘクセガン、カレルや景観生成ソフトのブライスなどのソフトも販売されている。 そもそもダススタジオ自体がダスのショップの商品の一つとして、本来有料のものが、期間限定で無料で販売されるという形式となっており、入手にはダス 3D のアカウントが必要。ダス社はもともとポザー向けに、ビクトリアやマイケル、男性フィギュアといったフィギュアやアイテムを販売しており、ビクトリア4やマイケル4といったフィギュア主力であった世代、第4世代より、 以前では、ダススタジオ向けフィギュアは、ポザーとの互換性があった。そもそも、これらのフィギュアはもともとポザー向けフィギュアであり、自社で販売している、ポザー向けアイテムの販売促進のために、ポザーと互換性のあるダススタジオを無料で配布し始めたという経緯がある。ビクトリアやマイケルシリーズはポザー向けフィギュアとして事実上の標準であり、第4世代フィギュアまでは、 ダス 3D 社とポザーは共存関係にあった。しかし2011年にポザーとダススタジオがそれぞれ互換性のない独自の新フィギュア技術を採用したことからそれまでのような共存関係はなくなった。ジェネシスフィギュア第5世代が標準搭載となったダススタジオ4.0以降ではジェネシスに合わせた独自の新機能を搭載しビクトリア語や マイケルこと言った第5世代の主力フィギュアもエナシス。フィギュアの毛布、派生フィギュアとして扱われるようになったが、ポザーの新フィギュア技術に互換性がないことからポザーで利用することはできなくなった。以前は正式名を出すス,スタジオと称していたが、略称は DS、出すス,スタジオ4.0以降では普通に出すス,スタジオと称している。バージョン3までは、 利用者登録が必要であるものの基本システムは無料で反布されていた。バージョン4では基本システムが一時期有料化されたがバージョン4.5からはすべての機能を含んだハイエンド仕様の出すスタジオプロが無料で提供されている。基本となる人体フィギュア、ジェネシスシリーズのすべてのベースモデルと服や紙、背景オブジェクト等のコンテンツがいくつか付属しており インストールしてすぐに使い始めることができる。また、ビギナー向けにアプリケーション上で使用方法を解説してくれるインタラクティブレッスン、英語も搭載されている。2015年6月時点での最新版はバージョン4.8。2009年12月発売元のダスプロダクションズ社は 3D アバター技術を持つイスラエル企業であるギスモス社と合併を発表した。今後、 ダススタジオやダス製フィギュアとアバター技術の融合した新製品や新サービスが期待されているが、販売サイトのユーザー情報等について、当面のところは大きな影響はないとのことである。ベータ版扱い、かなり長期にわたって頻繁にバージョンアップを繰り返しながら無料配布が続けられた。2005年リリース、2009年6月リリース。 有料のアドバンスト版が提供されるようになり、2エディション構成になった。2011年リリース。このバージョンからは、基本システムが有料化された。その代わりとして機能が制限されたエクスプレス版が提供される予定である。また、アドバンスト版に加え、より上位のプロ版が提供されるようになり、4エディション構成となった。2012年3月。 ダススタジオ4プロが期間限定で無料化された。2014年7月現在も無料化中である。ダスはもともとポザーで読み込んで使うための生物や衣類などの 3D データを販売していたが自社の 3D データの購入者を増やすためにポザーとデータ互換のダススタジオを開発し無料で配布することを始めた。これによってそれまでポザーの独占状態であった個人向け 3DCG 市場が拡大した。ポザー自体も 3DCG ソフトウェアとしては比較的安価な製品であるが、無料のダススタジオの登場で趣味として 3DCG に触れる人が増加した。ダススタジオは、ポザーで作成されたデータのほとんどを読み込むことができる。ただし、衣服や頭髪などの動的表現については例外である。 基本的に、ダススタジオで作成したデータを、ポザーで読み込むことはできない。プラグインを利用することで、フィギュアデータ等を出力することはできるが、シーンデータは出力できない。開発当初は、ポザーのサブセット的な印象が強かったが、頻繁にバージョンアップを繰り返し続けて、機能の向上が図られており、現在では、ポザーよりも優れた機能が搭載されている。 コザーは、景観生成ソフト、ビューとの親和性が高く、ポザーで作成したデータをビューに読み込んでリアルな景観レンダリングを行うことができるが、ダススタジオは、景観生成ソフト、ブライスと親和性がく、ポザーとビューの関係によく似た対応付きになっている。ダススタジオ4.0からは新しく、ジェネシスというユニメッシュのフィギュアを採用したが、ジェネシスは、トライックスと呼ばれる。 独自のウェイトマップ技術がベースとなっているため、発表当初はポザーでは利用できなかった。その後、ポザー QSR3.1 でプラグインが利用できるようになり、オパンセブディブなどジェネシスを動かすために必要な機能が徐々に搭載されたことから、DASH3D 社はドソンイムポーター r t e r ープラグインを開発し、ポザーユーザー向けにリリースした。これによって、 ポザー上でもジェネシス 1, 2が利用できるようになった。ただし、最新バージョンであるジェネシス3はダススタジオ専用であり、ポザーでは利用できない。2015年7月現在、ダススタジオはポザーとは異なるレンダラーを搭載しており、シェーディングモデル、ライティングモデルも大きく異なっているため互換性はない。ポザーのデータを読み込んだ場合、 光源やマテリアル設定の基本的な要素については、ある程度まで自動で変換されるが、あくまでも基本的な設定が変換されるだけであり、そもそもシェーディングモデルが異なっているため、レンダリング出力はかなり異なった画像になる。より良い結果を得るためには、微調整や置き換えが必要となることがある。DAS が販売している 3D データは DAS ス,スタジオのレンダラーに、 最適化された設定が最初から組み込まれている。標準で内蔵しているレンダラーとしては、下記の2つから選択して使用できる。有料プラグインを導入することで対応することができるレンダラーとしては、下記のようなものがある。これらの外部レンダラーは、ポザーでも同様に有料プラグインにより対応しており、同じレンダラーを使い設定を共通化すればほぼ同じ、出力画像を得ることができる。 出すス,スタジオは基本システムは無料配布、拡張機能は優勝プラグインという形で機能拡張を行うことが可能となっている。様々な光源やレンダリング効果の追加、質感の制御、モデルの編集、アニメーション編集、ダイナミッククロス、他ソフトとの連携などいろいろなプラグインが販売されている。プラグイン開発のための SDK も公開されている。 以前は、ライセンスキー取得の手続きを行うと、ダ s が販売している 3D データのセット商品が無料でもらえるサービスを行っていたため、ダ s ス,スタジオを使用するつもりのない人でもデイッチェツーのライセンス登録手続きを行うメリットがあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。